はい、どうも皆さん、こんにちは、ニュージーです。いやー、皆様聞いてくださいよ。もう今日ですね、事故にあったんですよ。事故にあったんですよ。皆様、事故にあったことありますかね？車と車がこう、ドカーンってなって、こう、パーみたいな。私がね、まあ、これが私ですね。私がとある場所に車を止めてまして、そしたらですね、相手の方がこう、私の左横にね、駐車しようと思ってバックしてきて、で、こう、普通ならこうね、こう来て、こう、ちゃんとこうなりますよね。それがその方がこう来て、そのままこう、ぶつかっちゃいまして、僕に。で、私の車の傷が入りましてですね。私がクラクションピーって鳴らして、ちょっとみたいなね。で、相手の方が降りてきて、すいませんみたいな。いやー、やっぱりこう、事故は起きますよね。どういうところでもですね。なかなか、運転というのはね、やっぱ危険が伴いますからですね。っていうことを今日思った一日ですね。事故ですね。事故といえばこう、この、私のこの感じでしょう。これ事故でしょう。そんなことよりね、皆様、今日は寒いですね。てかもう、最近寒い。もう鼻水がもうピー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 って感じで止まらなくてですね、本当にね、もう。私は鼻炎があるんですよね。なので、鼻炎もじゃ特にきついんですよ。アレルギー性鼻炎といって、こう、なんかね、原因としましてはですね、ほこりとか、いっぱいのほこりがね、ある時にこう何か鼻の中で炎症を起こして、それがピーってなるんですよね。ほんとつらい。画面の向こう側に鼻炎の方いらっしゃいますでしょうか。わかるわかる、それわかるわかるわかる、わかる、全部わかるっていうリアクションされてる方もいると思うんですけども、鼻炎ほんときついんですよね。なんかもう名前がもうきつそうでしょ。鼻炎っていう、鼻炎、その鼻炎の前にアレルギー性が乗っかりますからね、私の場合は。これがきついんですよね、本当。で、またこれからこう、風邪ひいてきても、体調崩してみたいな、特にこう、季節の変わり目ですね。秋から冬、夏から秋、秋から冬、その辺でね、こう、体調崩すんですよ。なので、ね、皆さんね、気をつけてくださいね。まあ、皆さんっていうか、お互いにね、気をつけましょう、本当、体調管理ですね。もう、本当、もう、体調が、鼻水が出るんですよね、本当にね。秋といえば紅葉ですよね。紅葉もそろそろ咲いてほしいなと思いながら、でも、昨日と今日とすげえ寒くて、今年一番寒いみたいなね。今年一番の寒さをね、昨日、今日と味わってるわけですからね。まあ、これからもっと寒くなるんでしょうけどね。今段階では一番寒いっていうことをね、昨日今日ですよね。急に来ますね。急に、本当に。急に。急に来て、急に消えるみたいなね、ことですよね。明日は筋トレ日ですね。昨日ですね、上から懸垂して、逆手懸垂してディップスしたんですよね。で、明日は、昨日は8回ずつしましたんで、まあ、明日はね、10回ずつできるようにトライしていきましょう。10回かける2セット。っていう感じですよね、ほんとね。筋トレ、何でしてるんですかっていうふうに思われてる方、今いらっしゃいますよね。筋トレ、何でしてるんですか。それはですね、やっぱ筋トレしてこう、逆三角形こうなったらかっこよくないですか？それを目指してまして、特にね、なんか私、そのボディービル大会に出るとかいう目標とかはないんですけど、とりあえずこう逆三ボディを手に入れたいっていうのがね、最近の私の目標でございますですね。皆さんもね、私の成長とともにね、ブルブルブル、私の成長と一緒に、一緒にというかですね、
筋トレしてる私と、もし画面の向こうで筋トレされてる方いらっしゃいましたらですね、お互い頑張りましょうってことですね。喋り足りない喋り足りないって感じですよね。もう今日お茶飲んだらすげえうまくて、やっぱり寒い時はね、ほんとあったかいお茶を飲むのが一番いいですよね。やっぱ人間の体ってすげえ素直なんで、2日前私はペプシコーラ3杯ぐらいガブ飲みしてですね、翌朝すげえ腹下して、やっぱジュースは、いや美味しいんですよ、美味しいんですけど、やっぱそれだけ体にこう害があるっていうのがですね、もう2日前に実感しましたですね。ゲリピー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 って感じでね、もってなりましたんでですね、皆様もそんなならないようにですね、体調管理お互いですね、頑張りましょうってことですね。ちょっと英語喋ります、今から。Today, my nose is fucked up because I have nose virus. なんちゃらなんちゃら。So I feel so bad, not too good. はい、今日はこの辺で英語は終わりますけどもですね、実は私英語圏にですね、住んでたこともありましてですね、英語圏に住んでって、それかいっていうふうなツッコミがね、今ね、画面の向こうから聞こえてきましたけどですね、その英語圏にね、1年ぐらいいたんですよ、私。だからやっぱ、英語、何でもそうですけど、やっぱ新しい言語をね、勉強して、それを取り入れるっていうのは、すごい難しいな。まあ、難しいけど、まあ、第二言語を取り入れることできたらですね、こうもっといろんな国の人とですね、コミュニケーション取れますんでですね、かといって別にその私普段外国の人とコミュニケーション取れる場にいませんけどもですね、ただ旅行好きですからね、コロナが落ち着いたらですね、いろんな国にまた行ってみたいなっていう、バタフライって感じですよね。なのでやっぱ英語何でもそうですよね。なんか違うことを手に入れると、それだけこう世界が広がりますですよね。いや、私もね、当時は思ってましたよ、もちろん。英語、まあ日本語私できま、まあ日本人ですからね。まあ日本語できて当たり前ですけども。なんでお前そんな英語とかするんだとか言われたりありましたよ。ただ、まあ、ね、さっきも言いましたけどね、また別の言語を手に入れたらですね、それだけコミュニケーションもたくさん取れますからですね。スコフィールド、まあ、このくだりはですね、この前のこれをの動画の前の動画でですね、プリズンブレイクのことを喋ってますからですね、スコフィールド、まあまた後でね、プリズンブレイク見ますけどもね、面白いな。あれもう DVD でもう全部買おうかなと思って。っていう瞬間がね、昨日1回、今日3回ぐらいありましたけどですね。歌もそうですけど、映画もそうですけど、何かこうバズったらっていうかね、バズったらいいっていうか、この動画もね、バズってほしいんですよ、実は。画面の向こうで皆様、チャンネル登録ボタン、とかそういうのは僕嫌なんですけど、ちょっとでも、あ、こいつなんか面白いと思ったら、ちょっと押してもらったら嬉しいです。最近雑談トークばっかり上げてますけど、なんかね、こう画面一人でね、30ぐらいのおっさんがですね、こんな一人で画面越しに喋ってる光景キモいでしょ。キモいんですけどね、この本人は楽しいんですよね。なので、今日、明日、明後日、しあさって、ずーっと、毎回こういう動画を上げていこうかなっていうふうに思います。ちょこちょこちょこピー 鼻炎がひどい。いや、俺の鼻炎とともに、ジーエンド。